今日めっちゃいい天気やん。晴天。走ろう。寒い時期のランニングはこのパタゴニアの R1 っていうフリースを着てます。これがね、こう寒くもなく暑くもなくちょうどいい感じになってね、本当に冬の間のランニングはお役立ちアイテムですね。でこれ着て、この上にフーディニっていうさらに薄い、これもパタゴニアなんだけど、ウィンドブレーカー的なものを羽織り、走ってますね。よし、今日は天気がめっちゃいいから気持ちよく走れそう。ちょっと咲きそう。ちょっとだけ開いてきてるね。楽しみだね、咲くのが。凍ってる。冷てぇ。寒いけど、日に当たるだけでも相当気持ちいいわ。走る前にこの服の紹介をしたけどさ、完全に昨日のダウンの紹介に引っ張られてるよね。まあそんな感じです。スプレーがないから直でかける。バラの葉っぱが冬だからもう全部落ちちゃいましたね。寂しいね、枝だけだと。お気に入りがこのビカクシダ。これもお花屋の友達のクマケンがやってく作ってくれたんだけど、初めはねめっちゃちっちゃかったんだけど、すごく1年ぐらい経ってこんだけ成長しました。最近買ったやつだとこれも結構お気に入り。なんで植物かちょっと名前は忘れましたが、確実に着実に大きくなっていってます。こういうのが植物の面白いところですよね。いや、いい光だな。やっぱ冬の光は綺麗だ。植物も気持ちよさそうだね。さあ今日は猿田飛行機やってるでしょうか。やってる。まあ10時過ぎてるからね。お待たせしました。ありがとうございます。はい、いただきます。どうこれはモデルの必需品、まあ、名刺代わりみたいなもんだよね。コンポジって言います。オーディションではこれが必要で、会場に行ってオーディションする方にお願いしますって言って渡すやつです。で今から渋谷で一件打ち合わせと、その後オーディションがあるので行ってきます。頑張るぞ。ちなみにね、これコンポジ2種類あって、結構モデルでは珍しいと思うんだけど、使い分けてるんですよ。こっちが普通のファッションとか CM とかのオーディションで使うようで、もう一個別にこのウェディング専用のコンポジを持ってます。こう女性とのツーショットとか、結婚式のシチュエーションの資料をこう中心に乗っけてる、それ用のやつです。で文字もちょっとピンク色にして、なんかウェディングっぽい雰囲気で作りました。こういうねちょっとした工夫が良かったりするんで、できることをやってるって感じですね。今日使うのはこっちのいつもの方です。じゃあ打ち合わせ終わったんで、今からオーディションに行ってきます。
コーヒータイム。久しぶりのオーディションでスイッチが入ったのか、今後のモデルの戦略について考えてたらこのまま日が暮れてしまいましたので、今日の Vlog は本当に頑張らない Vlog になってしまいましたが、これで終わろうと思います。最後まで見ていただき今日もありがとうございました。ではまた。